韓国政府は、新型コロナウイルス感染が拡大しているイランに居住する駐在員ら約100人を帰国させるため、臨時チャーター機の投入を推進している。外交部のキム・イン・チョル報道官は12日、定例ブリーフィングで、イランの駐在員らを帰国させるチャーター機を推進中とし、具体的なことは決定していないと明かした。 外交部によると、イランからの帰国者は新型コロナウイルス検査を受けた後、結果が出るまで上南の小池研究センターに一泊二日ほど滞在するという。陰性の場合はセンターを出るようにする方針だが、陽性帰国者が確認された場合には、貿易当局の基準に従って一部は隔離となる可能性もある。一方、 イタリアについては臨時チャーター機の派遣は現時点では考慮していないと伝えられた。